アメリカと中国の通商協議の部分合意の署名に向け、両国の閣僚級が1日電話協議を行いました。米中閣僚級の電話協議について、アメリカ通商代表部は、様々な分野で進展したとして順調に進んでいるとの認識を示しました。また、中国国営の新華社通信も、中核的な関心事について原則的な共通認識に達したと報じています。 ただ、中国による知的財産権の侵害や構造改革を伴う課題についてはまとまっていない模様です。